川島義信日本の建築プロデューサーデザイナー。デザイナーとしての活動領域は建築にとどまらず、レザー製品からアパレル、時計、調味料容器など多岐にわたる。愛知県名古屋市出身、川島義信デザイン事務所代表取締役。1983年、大学卒業とともに低人メンズショップに入社した。1960年創業の同社は、 日本のメンズトラッドファッションの草分け的な存在で、低面の愛称で人気を博していた。アメリカントラディショナルにとどまらず、ブリティッシュトラディショナルやクラシコイタリアなど、世界の伝統的なスタイルに触れ、ファッション感覚を磨くとともに、素材やディスプレイの知識を吸収する。1998年に独立し、ゲイズリーハポネスを名古屋市に設立。低人メンズショップ時代に培った。 店舗運営スキルを活かし、採用ベーカーが、名古屋パルコミナミ館に出店した、クローズネスティーを販売代行で運営する。同時に、ゲイズリーハポネスをオリジナルブランドとしても立ち上げ、ギターストラップなどの革製品やアパレル、シルバーアクセサリーを自らデザインし、販売を始めた。2001年に、クローズネスト原宿店のリニューアルをプロデュースするも、 同年産業ベーカーは解散し、親会社の産業紹介によってクローズネストも消滅した。名古屋パルコミナミ館のショップはニックアシュレイに入れ替わったが、産業紹介との業務委託により販売代行を継続する。2005年にショップ閉鎖となり、店舗運営事業から撤退し、クリエイティブ活動に専念する。この頃からデザイナーとしての活動領域が広がり、2007年、 成功ウォッチのメンズウォッチ、ワイヤードの商品開発アドバイザーに就任し、デルタブランドの腕時計を発表。成功ウォッチとの商品開発アドバイザーは2014年まで続いた。2014年、国内の調味料メーカーから依頼された、ステーキソース、ジャッポネのボトル、パッケージデザインをドバイ世界貿易センターで開催された、ガルフードで発表する。 建築プロデューサーとしての活動は2008年頃から本格化し、会社の主業務が建築プロデュースとなったため、2009年に社名を川島義信デザイン事務所に変更した。2010年プロデュースする集合住宅建設指定、ビラ・ゲイズリー、大型賃貸集合住宅、フラッツ・ゲイズリー、展示会場、ギャラリー・ゲイズリーが観光。フラッツ・ゲイズリー1階に、 川島義信デザイン事務所を開設する。2013年株式会社スポイントヤゴト店を建築プロデュース。2015年大和ハウス工業株式会社名古屋市西区 D ルームウエストコートを監修。2020年フラッツでイズリーが NHK 総合ドラマ10ハムラー・キラ第4話濃紺の悪魔のロケ地となる。川島義信デザイン事務所中部経済新聞によれば 2010年に愛知県名古屋市西区上堀越町に竣工した川島プロデュースの賃貸住宅、フラットガゼレーに対し、個性的、高いデザイン性などと評価した上で、川島のこととして西区に新しいイメージの街づくりをスタートさせるきっかけになればを引用し紹介した。1998年に設立した自社ブランド、ゲイズリー・ハッポネス、自社一デザイナーとして、 ベルト、ギターストラップ、自社に等の革製品や宝石、衣料品などの商業デザイン、工業デザインなどを手掛ける。ギャラリーゲイズリーエントランス。ありがとうございます。